大箱横首亀は、横首亀か箱横首亀族に分類される亀。模式標本の産地は、アルバート湖。ウガンダ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国北部、中央アフリカ共和国最大高長38センチメートルと、箱横首亀族内では、大型種ではあるが最大種ではない。廃坑はややドーム状に盛り上がり、第9円パン周辺で最も幅広くなるやや、 細長い卵型。C 甲板にはあまり発達しない筋状の盛り上がりがあるが、第3から4、C 甲板では明瞭。後部円甲板は外側へ広がりあまりのこぎり状に、尖らずほぼ滑らかで、個体によっては反り返る。廃校の色彩は黒や黒褐色一色。生体では、円甲板の後部が反り返ることがある。復興は、復興版と股間版の継ぎ目でわずかにくびれる。 左右の喉甲板の間にある甲板は細長くやや小型で横幅は左右の復興板と股乾板のシームの長さの0.25倍以下。蝶津貝より全部の甲板は短い。左右の復興板の継ぎ目の長さよりも左右の交甲板の継ぎ目の長さが長い個体が多い。左右の交甲板の間には深い切れ込みが入る。蝶津貝は第5円甲板中央部に接する。 復興の色彩は暗褐色や黒一色で中央部が黄色や高褐色の個体もいる。頭部はやや大型で分厚い。粉担はやや突出する。上顎は先端が浅くへこみ、その両脇が突き出しわずかに牙状になる。下顎には小さい2本のヒゲ状突起がある。頭部背面の色彩は褐色や暗褐色で、 不明瞭な暗褐色の反紋が入る個体もいる。下顎や頸部覆面の色彩は灰色や黄褐色。頸部背面や四肢、尾の色彩は黒や暗褐色。容体は黄色が明瞭で、後部円貫板が弱くノコギリ状に尖る。成長に伴い黄色や円貫板の突起は不明瞭になる。以前は、栗色箱横首が目の大型個体群や亜種とされていた。 河川や湖の周辺に生息する。種小苗チャピニは、ジェームズ・ポール・チェイピンへの懸命。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。日本では2003年に初めて確実な輸入例があり、流通は稀、野生個体のみが流通する。飼育下では人工飼料にも得ずく。ありがとうございます。